大竹氏、1953年10月19日隊は、中華人民共和国の政治家、外交官。外交担当国務委員、第11代外交部長を務めている。六社会合議長、外交部副部長、第17期18期19期中国共産党、中央委員、中日中国大使、国務院台湾事務弁公室主任などを歴任した。 立命館大学第35号名誉博士である。日本語、英語に堪能で、日本では日本人相手の会見や講演をしばしば日本語で行う。北京第2外国語学院アジアアフリカ語学部卒業、南海大学経済学習士中退、外交学院国際関係専攻博士課程終了。アメリカのジョン・ホーブズ・ケリー国務長官と会談する。 大き1953年10月19日に中華人民共和国の北京に誕生する。北京の庶民の出身である。1969年に高校を卒業するが、その後文化大革命で国立交渉の農村に8年間解放される。1977年12月に北京に戻り、北京第二外語学院アジアアフリカ語学部に入学し、日本語を学んだ。 1982年2月に卒業した後に中華人民共和国外交部に入省。1983年の雇用法総書記法日の際に執筆したスピーチが評価される。1989年9月に中日中国大使館に参事官として配属され、1994年に帰国してアジア局副局長。 翌1995年に局長に昇進した。1997年にジョージタウン大学客員研究員となった。1998年に部長ジョリを歴任した。ジョリ時代には旧日本軍一機化学兵器に関する日本との交渉に当たり、1999年7月30日両国の覚書に調印。同年9月から外交学院で、 国際関係を先行し、博士号を取得した。2001年3月からアジア担当副部長。2003年4月のアメリカ合衆国、中国、北朝鮮の三者協議では、中国主席代表となり、同年8月27日から三者協議に日本とロシアを加えて、北京で開催された第1回六カ国協議のホストとして、北朝鮮核問題に従事し、 タケ大尉に交代する第4回会合まで議長役を務める。2004年9月から2007年9月21日まで中日中国大使を務めた。なおこの間、李朝制の公認の外交部長となる可能性が取り沙汰されたこともあるが実現しなかった。帰国後は外交部の政策研究担当の常務副部長に就任2007年10月には 当中央委員に選出された。2008年6月3日、中国共産党中央台湾工作弁公室と国務院台湾事務弁公室の主任に任命された。中国は台湾を国内とみなすために同ポストは地方トップが就任するのが慣例で、この時も福建省の露天高等遺書記の起用が考えられていた。外交官出身で日本通りの王妃が選ばれた。 背景には、同年5月に、台湾での親中的な国民党の場永久政権の成立で対話が再開したという見方がある一方、日台関係を牽制するのが目的という見方もある。中台交流の積極的促進に努め、台湾の国民党政権に配慮してか、小介席の愛国的な一面を描いた2009年の、建国60周年記念映画、建国大業の DVD を、 大竹氏から渡されて主張した小解析の孫で国民党副主席でもある小高岩尾は客観的な歴史評価と称賛している。2013年3月16日に理滑協国務院総理のもとで外交部長に就任した。2015年7月にイランの核開発問題における6カ国協議での核合意打結に従事した。2018年3月19日に 外交担当国務委員に就任した。2018年4月15日に9年ぶりの日中両国の外務大臣の総合来で訪日し、16日の第4回日中経済ハイレベル対話で日本の河野太郎外務大臣と共に議長を務めた。2018年5月2日に中華人民共和国外相として11年ぶりに北朝鮮を訪問して、 北朝鮮の利用広外省や金正恩委員長と会談し、朝鮮半島の非核化と平和体制構築と改革開放を支援すると述べた。2019年10月26日から27日まで北京市で開催された言論 NPO と中国国際出版集団の共催による第15回東京北京フォーラムへ女林国務院新聞弁公室主任と共に出席。 日本の福田康夫元首相と赤石康子国立京同国際会管理,理事長と共に挨拶並びに講演を行った。同年11月22日から23日まで名古屋市で開催された G20 外務大臣会合に出席するため訪日同月24日から25日にかけて東京で福田康夫元首相自民党の2回俊博幹事長と会談した。 この訪日中に、愛知県の大村秀明知事や静岡県の川勝、平太知事とも会見を行っている。日中間首脳会談開催前の同年12月4日、訪問先の韓国のソウルで、公共和外交部長官との会談、翌5日に、文在寅大統領と高度防衛ミサイル配備などについて会談を行った。2021年3月18日に、洋清ともに、 アメリカ・アラスカ州アンカレッジで行われたハイレベル戦略対話に出席。アントニー・ブリンケン国務長官、大統領補佐官、ジェイク・サリバンとジョー・バイデン政権発足後初の対話を行った。ハン・キブン事務総長と国際連合安全保障理事会常任理事国後、各国外相右端が大きい外相最近の整備分子による民族のボトムラインを挑発するタエマ。 ない言動をどう思いますかすると、王妃は剣を隠そうともしないで、そいつは中国人のクズだ。と、人差し指を振り上げながら吐き捨てたのだった。ありがとうございます。